皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナー資産デザインソリューションズ代表の瀬古口です。この動画チャンネルでは資産運用に関するさまざまな情報を発信しております。本日は国土総合研究所の竹内社長をお招きして対談形式でお話をしていきたいと思います。今回のテーマは正直不動産、竹内社長と対談、投資不動産と不動産会社選びのポイントというテーマでお話をしていきたいと思います。竹内社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私たちは投資の資産全体のアドバイスをしておりますので、不動産会社に関しても数百社以上の不動産会社の社長様とお話をしてきたのですが、竹内社長ほど正直に不動産のことをお話しになられる方は本当にいらっしゃらないよねというふうに思います。私が愛読している漫画で正直不動産という漫画があるのですが、あれは嘘ばっかりついてる不動産の営業マンがある日お地蔵さんを壊してしまって嘘をつけなくなってしまう、本当の嘘しか言えなくなってしまうっていう漫画があるんですけど、はい、あれ竹内社長がモデルになってないですか、はい、いや実はその漫画知らない、はい、知らないですかということで本日は3つのテーマで竹内社長にお話を伺っていきたいなと思います。1つ目がどうなるアフターコロナの国内不動産、不動産価格の賃貸需要、家賃動向についての解説。2つ目が不動産会社選びのポイント、不動産投資で成功したければここに注意しろ。3つ目が竹内社長への不動産投資事例、相談事例ですね、はい、を伺っていきたいと思います、はい、ではまず1つ目、はい、直近の、アフターコロナ、はい、直近の不動産の状況とか、はい、アフターコロナの見通しであったり価格、賃貸需要、家賃動向についてぜひお話を伺いたいと思います。そうですね、はい、一番直近 の、はい、状況を考えるのに一番いいサンプルがあるんですけども、はい、投資家さん、はい、特に不動産の投資家さんって、はい、すごく相場が過熱している時とか、はい、そういう時はあまり投資をしない、値段が上がって、はい、旨味が少なくなるタイミングで、はい、投資をするっていうのは、はい、つまらない、旨味がないので、はい、つまらない、はい、逆に本当の投資家さん、はい、とかすごくキャッシュリッチな投資家さんは、はい、相場がぐちゃぐちゃになった時ほど、はい、だんだん気合が入ってきます。なるほど、はい、そろそろ俺の出番が来たなと、はい、エンジンをだんだんかけ始めるんですが、はい、私のこの先の数十億のキャッシュを持っている投資家さんが、はい、そろそろ俺の出番だよと、はい、竹内さんの情報待っているよと、はい、指示を受けて、はい、いろいろ探していくんですけども、はい、基本的には不動産投資の一番のコアの、はい、安く買う、はい、安く買うことが収益であっても転売であっても一番大事なので、はい、じゃあ安く買えるものを持ってきてくれと今年の3月ぐらいに私も来て、はいはい、当然緊急事態宣言の当時は、はい、この先世界がもう潰れちゃうんじゃないかぐらいの悲観的なムードが流れてたので、はい、大暴落した不動産を持ってこいっていうのがその言葉の具体的に指示だったんです、はい、なるほど。はい、でじゃあその展開を読みながら、はい、いろいろ物件を探してきたんですが、はい、結論から言って大暴落しない、しない、しないです、うん、大暴落が起きてないんです。ない、はい、で例えばそのコロナ飲食がどうとか人が集まることはやめましょう、商業系のところから人がいなくなる、テレビに映るのは、はい、やっぱりその商業繁華街高いところが映りますけども、うん、特別ショッピングセンターもなく、普通の住宅地っていうのはどうなってるかって、あんまり報道に出てこない、うん、はい、ですけども、あの当時、やっぱテレビの中から商業地から人が消えた状況を見て、はい、うん、世界が沈没すると思ったけども、はい、そんなことはなくて、うん、みんな家で自宅待機して住んでるわけですよ、うんうん、じゃあ商業ビルですとか、はい、オフィスの駅に近い、はい、そのテナントさんが家賃が払えなくなるとか、はい、その賃料値下げ交渉、これは現在も起きてます、うん、起きてるんですけども、住宅地ですとかある程度の影響を受けてるんですけど、値段が下がらないんですよ、ね、で例えば戸建て業者さんが用地を仕入れる、用地仕入れ価格に関しても話によると 10% ぐらいの下落があるっていうお話はあるんですけども、依然として住宅の供給というのはまだまだニーズが多いので、うん、仕入れたりという業者さんいっぱいいますから、うん、ある意味住宅地全般は、うん、ほとんど値段下がってないっていうのが事実としてあります、はい、それはちょっと極論的に、むしろその住宅地に建っている普通の居住用の賃貸マンションはちょっといい物件が出てくると、オフィス系のエリアがちょっと下がっているので逆に値上がりをするとか、奪い合いになる、なんかそういう現象が
起きてますので、はいはい、そのコロナによって不動産の市況全般が全体的にダメになるっていう捉え方は基本的には間違ってると思います、はいはい、よくテレビで見て人が消えていくエリア、はい、今まで消えていたエリアは当然値下がりますし、はい、そこをこう分けて、うん、コロナなので落ち着くまで不動産投資は見送ろうっていうのではなくて、はいうん、投資するエリアをちゃんと選別すれば、はい、この十分投資価値のあるところはあると思います。こんな認識をしています。ありがとうございます、はい、私も分マンション2部屋都内に買わせていただいたんですけど、はい、あ、そうですか。まあ、去年の今頃とほとんど変わってないですね、はい、す気持ちちょっと指し値が効くのかなと、はい、やってみたら当時だとか、はい、それはあるそうですね。コロナで会社経営者の方で資金繰りがちょっと良くなくてキャッシュにしたいっていう方も多分いるので、はい、そうですね。その方に対しては下の方で価格下で低時価格に対して安く買えたりとか、はい、そうですね。そういうことあるけど、はい、大幅には変わってないなっていう変わってない感覚ですよね、はい、これは物件種類にもよるっていうことでいいんですね、はい、レジデンスって例えばそうですね、オフィスとかオフィス商業地域の商業ビル、特にホテルなんかは、はい、今結構大手さんでも合併再建が進んでいて、はい、まあ、当然オリンピックを背景にした需要はもう完全に潰れちゃったので、はい、局地的な商業の中でも飲食や旅館、はい、その辺は値段は落ちてきてます、うん、まあ、落ちるというか目がつかない、はい、まあ、売買しないと、はい、そんな状況が起きてます。なるんですね。今アフターコロナのニューノーマルということで、はい、リモートワークがかなり普及していて、はい、都内に住む必要ないんじゃないかっていうことで、はいはい、地方移住が少し進んでるっていうふうに聞いてるんですけど、はいはい、それが与える不動産、はい、まあ、特にレジデンスへの影響っていうのは、はい、都内のレジデンスですね。都内はいかがですか。ただやっぱりそこまで、うん、その地方に移住が進むっていうほどは大きな動きが起きていると私は思っていなくて、はいはい、もうちょっと細かく言うと、はい、例えば以前だったら駅と戸建てを買うにしても、はい、10分圏内買っとかないと、はい、将来人口が減った時に、はい、5分圏内じゃないと見えなくなるとか、はい、うん、まあ、そういうバイアスがすごいかかってたのが、はい、徒歩20分でも、はい、バス便でも、うん、それでも売れてる、はい、うん、だからこう東京から人がいなくなって、はい、地方に人が住み始めるっていうような動きよりは、もうちょっと細かい、以前であったら気にされていたポイントが、重点が移ってきて、はい、そのぐらいの動きだと私は思うんですね。はい、まあ、私もなんで都内の区分を今買ったかっていうと、はい、結局コロナでも若い人って、はい、都心に住みたいそうですよね。あの、やっぱ楽しいですから、はい、そういうところも。飲み食いするのもいっぱいありますから、はい、そうですね。そのニーズは多分未来、はい、相当長期間、ね、そうですよね、変化はないと思います。はい、で場所は目黒区と港区にして、はい、家賃大体10万ちょっとぐらい、はいはい、この家賃帯に住める人っていうのは、はい、まあ、かなりいい会社にお勤め、はい、の関心者っていうことだと思ってるので、はい、まあ、それがだってコロナが起こったとしても、はい、まあ、会社が結構守ってくれるじゃないですか、はい、もちろんだから未納とか、はいはい、そういうのになりづらいので、はいはい、いう意味で一応買ったんですけど、それは間違いないですよね。そうですね、まあ、はい、なかなかその滞納とか次第が起きる大きな会社っていうところは、うん、はい、結構読み切れないと思います。確率論的にそういう数字を出すことができますけれども、はい、まあ、賃貸経営をするときに普遍的にあるリスクっていうのはどこのエリアでも、はい、起こりうるんですけども、うん、賃料高いエリアで属性が良くなって、うん、はい、まあ、仮に会社で何かあっても、はい、なんとか家賃は払うとするとか、うん、まあ、その傾向はあると思います、はい、なるほど、はい、お客様でアパートをお持ちの方もいらっしゃるんですが、はい、ちょっと都心から外れてて、はい、家賃帯 4,5 万円とか、はい、そういうアパートは、はい、結構意外に未納が残ったりとかそうですね、であったんで、はいはい、そういった家賃帯はちょっと危険だったりもするのかなと。それは危険だと思います、はい、うん、ここからはだいぶ正直不動産が不動産は爆発していくことなんですけど大丈夫ですよ、はい、やっぱりその郊外の、はい、まあ、かなり大手さんがやってることですけども、はい、まあ、あの有給の土地、うんうん、地主さんを、はい、まあ、くどいて、うんうん、まあ、駅で行ったら30分、はい、幹線道路の脇に、うん、はい、なぜかワンルームのアパートが4棟ぐらい建てたりするんですけども、うんうん、あれは
確かに有効な活用、何もしないよりはいいんですけど、うん、そのマクロの人口とか、はい、今後の景気の変動とか、うん、そんなものは全く外側にある物件だと思います、うん、はい、その中間の、はい、もうちょっと都市部にあるアパートであっても、はい、やっぱりこの先はどんどん郊外から人が少しずつ減っていくので、うん、危険性は高いと思います。なるほどですね。それはつまり空室になったりとかで家賃が下がる、はい、そういうリスクがあるってことですね。なので、はい、まあ、価格はあまり変わってない、はい、で、まあ、家賃もそんなに動いてない、はい、そうです、家賃は動かないです、はい、で賃貸需要も東京都心に関してはあまり変わってないということですよね、はいはい、ありがとうございます。じゃあ今後の見通しはどうでしょうか、はい、これが現状、さっきの現状だと思うんですけど、はいはい、例えばこの間4連休で私は地方を回ってきましたけど、はい、新幹線も満席で、はい、維持が行楽地もにぎわってますから、はい、まあ、ちょっと 10% ぐらいってさっき住宅地の事例を話しましたけど、はい、それがこうまた戻る、はい、そのぐらいの上昇は起きる、はい、で加熱してまたわーわーなっちゃうってことはないと思いますけども、うん、じりじりとまた上がってくるんじゃないかなと思ってます、うん、ありがとうございます。2つ目のテーマ、不動産会社担当者選びのポイント、はい、というところを竹内社長にお伺いしていきたいと思います、はい、分かりました、はい、不動産の会社も、まあ、仲介になっている会社とか、はい、仕入れて投資家に販売する会社、はい、まあ、自宅を売っている会社、はい、まあ、様々あると思います、はいはい、そして担当者もいろんな考えでやっているので、はいはい、それをぜひ不動産業界、はい、になっていらっしゃったら社長にお伺いしたい。そうですね、はい、やはりその目的別に選んでいくのが大事だと思います。目的別、はいはい、特に買いたい時、はい、買いたい時って例えば新築の分譲マンション、はい、あと投資のワンルームマンション、うんうん、これを買いたい時っていうのは、はい、当然営業担当がはい、うん、不動産ってすごく個別性が強いんですけども、はい、そのじゃあ分譲マンションを買おうとなった時に、うん、間取りとしてはやっぱ同じような間取りがいいですし、はい、会社によってそんなに大きな差はつかない。どこで差がつくかっていうと、やっぱりその担当者、うん、担当自分についてくれて最後決済まで行く可能性のある担当者、はい、この人との相性だったり、うん、まあ、それが重要になってくると思います、はい、逆に言うとも担当者って一回お客さんとセッティングされると、うん、はい、なかなか変えられないので、うんうん、もうむしろその物件がすごく気に入っても、はい、もう担当者が合わなければ、なるほど、もうその物件をやめた方がいいっていうぐらい担当者は重要、はい、重要なんですね、はい、会社というよりは、まあ、担当者そうですねっていう基準で選んだ方が竹内社長はいいと考えていらっしゃる、はい、じゃあどういう基準で担当者を選ぶかなんですけど、はい、正直か正直じゃないかっていうところは、はい、まあ、このタイトルでね、はい、上がってますけど、はい、すごく重要で、はい、で正直っていうのはいろんな正直があるんですけど、はい、やっぱり一番大事なのは、はい、その不利益なこと、はい、良くないこと、うんうん、とかお客さんの認識がとずれてしまったケース、はいはい、そういう、こうマイナスの情報を積極的に発信する人、うん、なるほど、はい、そういう方をやっぱり信用して、はい、なるほど、やった方がいいと思います。ありがとうございます、はい、よくあるけどお客様に正直じゃない不動産会社、はい、担当者が伝えない不利益のポイントっていうのは、はい、ぜひみんな気になると思うんですけど、いいところっていうのは、はい、お客様に最初に飛び込んでくるのは、はい、修繕の手間もかからない、サブリースがかかってるんで、はい、何年間家賃保証しますと、うんうん、だからオーナーさんは何もしないで、はい、ただキャッシュだけ受け取れます、はい、っていうふうに見えるじゃないですか、はい、それは不動産会社が、はい、土地を持ってる方にこういう、はいはい、アパートを建ててっていう提案をして、そうですね、オーナーになってもらって、はい、それを借り上げるかっていうパターンの、ね、そうです、そうです、はい、はい、その時に、当然、10年、20年、30年、1円の家賃も下げずに、はい、その家賃保証をするっていう契約って、世の中存在しないので、はい、条件を限定して、とか、期間を2年ごととか、はい、期間を定めて、変更しますよと、はい、いうことが不利益になる。なるほど、不動産の市況とか、はいはい、賃料動向を見て、はいはい、下がる可能性もあるっていう情報が入ってるっていう、入ってるってことです。うん、そこにちゃんと触れて、はい、説明をした上で契約を望んでくれるとか、はい、っていうお話になりますし、それが
まあ、ワンルームマンションであっても、まあ、あとはだからどこまで正直っていうのは私は言ってしまいますけども、はい、まあ、こうキャッシュフロー表があって稼働率何パーセント10年持つとこういうキャッシュが生まれますっていう表があったりするんですけども、はい、ただそれはその稼働率が維持される、はい、そこが前提になるんですね、はい、で、あの表を見ると、はい、事実とか確証っていうふうに見えるんですけど、はい、その表自体も、はい、稼働率 85% って見てたのが 70% になることもあるし、もうちょっとこう具体的に言うとワンルームマンションでも3ヶ月空室になると1年間のリターンが全部吹っ飛ぶと、そこまで言うか言わないかで私は言います、で吹っ飛びますと、じゃあそれを防ぐためにどうするかって言ったら、とにかく賃貸の募集空室が出た時に必ず管理会社から公選費用ちょっとつけて、はいはい、要は仲介の業者に手数料多めに払って早めに出ましょうとか、はい、そういう提案が来る、はい、まあ、そういうのちゃんと一緒に飲むなり、はい、実際に自分が現地に行って、はい、内装もね、はい、ちょっとおかしいなと、うん、自分だったら住みたくないなっていうところは、はい、多少金がかかっても、はい、そこだけは直してあげるとか、うん、そういうことを全力でやれば、うん、稼働率 85% ですよ、はい、という話になって、はい、それを何もせず、はい、完全にほったらかして、はい、で確実にそのリターンがあるっていうふうに、はい、やっぱり解釈すべきではない、はい、そんなイメージです。ありがとうございます。借り上げのサブリスケアだろうが、はい、直接買って賃貸つけるケースだろうが、はい、まあ、賃料が下がったりとか、はい、そのサブリスケア率が下がったりとか、はい、そういう不利益をちゃんと説明してくれる担当者、はい、べきだと思いますね、はい、っていう人を選ぶべき、はい、っていうことですよね。そうです。ありがとうございます。私もその今月買う空マンションを買う担当者はちゃんとしてるなと思って、はいはいはい、当然空室になるし、はいはい、家賃も建物の劣化とともに下がっていく、はいはい、そういう前提でシミュレーションをちゃんと作って提案してくれてるから、ね、はい、からその人を選んだんですけど、なるんです、まあ、それが大事、それはものすごく大事なんです、はいはい、ありがとうございます、はい、それが不動産会社、はい、担当者選びのまあポイントということで、はいはい、あとは不動産投資に成功したければ、はい、まあ、ここに注意しろというか、はいはい、そういったところをお話ししました。そうですね、はい、ちょっとこれはね、あの、はい、関連各社と、はい、ちょっと抵触する可能性もあるけど、正直ということなので、はい、思いっきり言うと思うんですけど、はい、担当者が重要だと、はい、あとは不利益なことをちゃんと伝えてくれる、はい、それも重要だというお話をしたんですけども、はい、やっぱり不動産の投資、はい、私金融商品だとよくわからないですけど、はい、不動産って特に国内不動産は、はい、実際に現地に行って、うんうん、自分の投資対象、はい、なんなら壁を触る、はいはい、そのぐらいその自分がお金を出したものと接触できるんですよ、はいはい、うんうん、確かに。でとはいえやはりさっきのお話通り不利益なこととか将来、はい、の予測の中で、はい、マイナスのことって起きる、はい、起きるんですけど、うん、まあいいところは、うん、投資対象を自分で触って、うん、ネットを読み解こうと、はい、感じることが、うんうん、できるってところが、うん、国内不動産のいいところで、うん、まあ、できる限り投資っていうのは、はい、自分が働いて、うん、あの動いて動き回ってっていうのではもうほとんど労働になっちゃうので、はい、まあ、それはちょっと行き過ぎとしても、はい、物件を自分がオーナーになって、うん、でかつそのオーナーっていうのは土地建物を、はい、社会の誰か、うん、第三者に貸して、うん、そこで快適に住んでもらうことで、はい、そのリターンとして収入を得るっていうのが、うん、まあ、本当の姿、はい、ってことはやっぱり社会的責任を負っているし、うん、はい、まあ、ある意味その事業の経営者っていう側面が必ずあります、はいはいはい、でやっぱダメな投資家さん、不動産投資で失敗したなって聞いてると、はい、まあ、一回買ってであとはローンを組めて会社が入ってくるから、はい、もうそれでいいやと、あとはほったらかして、うん、管理会社に任せて、はい、で管理会社が何か言ってきても、うん、忙しいからちょっと、はい、そっちだと言ってるっていう形でもう物件にも行かなければ、はい、もう全く関心がない、はい、関心があるのは収入が入ってきた通帳の残高、はい、これしか関心がないと、はい、こういうふうになってくると、うん、長い目で見ると、まあ、中期的にも良くない投資になりがち、はい、なるほど。あの大事なポイントでそのリスクだったり担当者って話をしたの、うん、やっぱり共通の哲学があって、はい、その次は買った後は自分がサービスを社会に提供してる、うん、なるほど、はい、その責任をある程度、うん、そんなにあの細かくやらなくていいんで、はい、まあ、たまに1年に1回ぐらいは
物件に行ってみるとか、うんうん、そのやっぱり自分のもの、はい、それを人に貸してみる、うんうん、ここの認識がずれてしまうと、はい、失敗しちゃう、なるほどですね、ケースが多いです、はいはい、まあ、不動産といえども、はい、まあ、事業をやっていると思って、はい、ちゃんとメンテナンスして、はい、自分の目でも見て、はい、しっかりこう手足がないといけないっていう、そうですね、はい、まあ、そんなにね、あの豆に行かなくていいですから、はい、うん、本当にたまにでも、はい、要は自分の心の片隅に他のことをやってる時も、はい、ちょっとは自分の不動産に引っかかってる状態、はい、にやっぱりしてあげてほしいなと思います、はい、なるほど、なんかそういう思いみたいなのは、はい、こう物件が生き生きとしてくれるというか、はい、だから逆に投資家さんに紹介する物件でも、はい、やっぱり概要を見たわけじゃ分からなくて、はい、現地に行くと、はい、なんかこの物件生きてるなって、うんうんうん、誰かの思いが、はい、なんか本当に階段の片隅、はい、手すりとかの、はい、そのステータスを見るだけで、この物件のオーナーが今どんな思い出があるのかっていうのが結構分かったりするんですよ。あのそれはあれですね、不動産会社の担当者を選ぶ基準でも重要かもしれないですね。おっしゃるんですね、私も今の会社の方お会いするんですけど、はいはいはい、物件見てないよねっていう、はい、結構いますよね。結構いるんですよ、はい、本当に、はい、それ、はい、結構どうなのって、はい、そうなんですね、はい、これ金融と実物の物件は違いかもしれないですね。そうかもしれない、形があって、はい、世の中に一つしかないものなわけなので、はい、そうですそうです、自分の目で見て、はい、本当にいいと思ったものを勧めてる担当者か、はい、そうじゃないのかっていうのは大きな違いかもしれないですね。まあ、おそらく金融でも、はい、金融の先には人がいて、はい、多分人が生きているってことは事実でしょうけども、ね、はい、やっぱ流動性が高かったりするので、そうですね、ありがとうございます、はい、2つ目のテーマは、はい、終わりということにします、はい、はい、では3つ目のテーマ、はいはい、竹内社長への不動産に関する相談事例ということで、はい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 、竹内社長は不動産の売買仲介をメインでやられているということですけど、どういう相談が最近多いでしょうか。不動産のジャンルってすごくたくさんあって、はいはい、そのマンションの販売から仲介から管理からってあるんですけど、まあ、私何やってるんですかってよく聞かれた中で、はい、大きく言えば確かに売買仲介かもしれないんですけども、はい、私のところに来るご相談で、はい、なかなか売却がしづらい、すごく時間がかかったけど売れてないとか、はい、うん、こういう物件を誰が買うのかわからない、うん、相談する場所がわからない、はい、そういう事例がすごく多いです。例えば税理士さんから、はい、あの相続にまつわる所有している不動産をどうやって売ったらいいとか、はい、まあ、そういう相談があるんですけど、はい、私への相談のされ方が結構もう皆さん相談するのに慣れてる人たちは、はい、もう結構ひどい投げ方をしてくるというか、例えばまずその相談者が LINE で琴税の納税通知書、はい、片方とか地盤、はい、とか、はい、書いてあるところの社名をポンと取ったやつが、はい、私の LINE にポンと飛んできて、はい、ちょっとこれなんだけど、うん、なんとかしてっていう相談が来るんですよ、はい、うんうん、まあ、それっていろんなすごく細かいには含まれていて、はい、まあ、それが地方だったりするんですけど、はい、私への指令は、はい、まず物件の所在を明確にして、うん、で地図でどこにあるかを落として、はい、うん、かつ相場を調べて、うん、その土地を売るなら、はい、で貸すなら、うん、何が最適かを、うん、全てを網羅的に調査をして、うん、一番最適解を検討せよというのが、うん、その LINE の社名。なるほど、まあ、その方は不動産を持ってて売りたいっていう利用法ということですか。それも明確じゃない段階を、はい、なるほど、売ったらいいのか貸しててもいいのかもわからない、はい、なるほど、はい、どうしたらいいかわからない、わからない、なるほど、はい、資料はこれしかないって言ってボンと、うん、でそれを受けて九州でも北海道でも、はい、その面接通知書と、うん、はい、あの東京で調べられる地図だけ持って、はい、現地に飛んで、なるほど、まあ、調査をします。なるほど、はい、売り買いどっちもあるありますよ ね、 そうですね。さっきの話は、はい、まあ、売りの方です、はい、どっちかというと、なるほど、すでに不動産持っていて、はい、手に余っているっていう状態なんですね、はい、そうですね、まあ、地方なんかで結構住宅地ではあるんだけど、はい、近くに畑もあって、で駅から遠いけれども人も結構住んでいる、はい、でここに500坪土地が相続であって、はい、うんうん、昔は木造の建物があったんだけど、はい、うん、今取り壊して、はい、駐車場にしてたんだけど、借りる人もいなくなった、
はい、この土地はどうしたらいいのか、そんな口が多いです、うん、なるほど、はい、私たちも竹内社長にご参加させていただく案件というのは、はい、最近はやっぱ相続絡みが多いですよね、はい、そうですね、相続して不動産を承継したんだけど、はい、手に余ってる、はい、どうしたらいいかわからない、はい、修繕ですごくお金がかかってとか、はい、っていう相談やっぱり増えてる、そうですね、まあ、ちょっと笑い話なんですけど、はい、それで私はモデル通信をもらって、はい、まあ、それと地図だけ持って現地に1回行ったことあるんですよ、はい、で行って法務局、近くの法務局で当番あげて、あの別の人の名前はい、になってたんですよ、うん、まあ、よくよく話を調査して詰めていくと、はい、相続の登記と役所の課税の管轄って全く別なんですよ、要は他人の所有になってても、うん、税務署の方に申告してない、はい、税務署というか役所に申告してないと、うん、前の人ので前の人宛てに課税がいくって状況があって、はい、そこ行ったら私の相談者の土地ではすでになかった、うん、ない、空振りみたいな、はいはい、そういうのがありますあるんですかね。相続で多い相談事例というのはどういうケースがあるんですか。やっぱり例えば東京都内23区で戸建て30坪の築30年の戸建て、はい、これが相続なり休む人がいなくなってどうにかしなきゃってなった時はこれは嬉しくない、まあ、アパートを建てて経営するというのはありますけども、はい、まあ、30坪だとちょっと小さいので、うん、そうですね、うん、だから首都圏で相談を受けるときっていうのは、うんうん、明確に売りたいか買いたいかの相談に入力されます、うんうん、でそれはある意味大手仲介さんも得意とするところで、うんうん、そのエリアの30坪の中古戸建て探してる人は、はい、もう東急リバウンドさん、住友不動産販売さん、はい、そこに何人も列をなして、うんうん、待ってますから、はい、まあ、それはそちらに相談された方がスピードは上がると思います、うん、難しいのは中途半端な立地にあるとか、うん、であるとか、うん、都心部でもすごく長期間売買されてない物件、うんうん、まあ、何か原因があるから売れないんですけど、はい、まあ、で大手仲介さんが受けて、うん、で3ヶ月やって延長半年、うんうん、で一社切り替えて、はい、でそれでも売れないけどどうしたらいいですかっていうのは私に届きます。大手の不動産会社も売りづらい物件は、はい、まあ、力を入れてないから、はい、なかなか制約に至らない、そうですね、で困って竹内社長にご勧めてくるっていうケースが結構多いと思います。多いです。本当に不動産って、はい、面積で言えば、はい、物件数で言えばもう私も数えたことないんですけど、はい、あの結構大手仲介さんで売買されている案件って全体の取引量もそんなに多くない。普通の不動産会社さんは毎月毎年の売上目標があるので、はい、まあ、スピードが大事です、うんうん、でそのスピードに追いついてこない物件は、うん、まあ、ちょっとね正直に言うと、うん、もう案件としては取り扱わない。なるほど。ないしはあとはめちゃくちゃ差し値をする、はい、なるほど、もう 30% 下げないと売れませんよって言って、うんうん、大概そう売り主さん言われると怒るので、はい、来られたらもうトップに上げる、うん、まあ、そういうケースが多いですね。なるほどね、まあ、これ注意する点かもしれないんですけど、はい、六本木であったり、はい、あの物件でっていう話し、はいはい、てもらってます。そうですね、はい、まあ、ちょっとねこれは限界事例なんですけど、切り口としては、うん、例えば自分のもとに自分は不動産も素人だけども、うん、はい、ちょっとこれは安いんじゃないと、うんうん、普通だったら、うん、この辺はこの値段じゃないのに、はい、その4分の1ぐらいの値段がついてると、うん、はい、でこれ買って市場価格で売れば、うんうん、400万、2000万の儲かるなみたいな、そういう話が入ってきた、入ってきた時の、はい、ちょっと対処法なんですけども、はいはい、私のその経験の中では 100% 安い原因、うん、原因がその調査がすごく重要、はい、不動産投資どうやったら成功するのかっていうのは、はい、買った後とか、うん、投資を続ける中でのポイントとなる哲学と、うん、はい、購入するその瞬間も一緒で、はい、投資でとりあえずリターンは欲しい、それは分かりますけど、はい、やっぱりさっきの話の社会的責任を果たすので、はい、じゃあ自分はこれから、まあ、さっきの私の話ではね、頬ずりしてもいいぐらい、はい、可愛がることができるかどうか、はい、そう、鉄板だらけのビルなんて、頬ずりできないですよ、はい、そうですよね、その基準で見てもらうっていうのは、はい、そこになんか感性が働いて、はい、まあ、もうこれは最初から。検討する価値もないとか、はい、そういう見方ができるんですね。ありがとうございます。まあ、不動産は急と違ってプライスに歪みがあるんだけども、はいはい、まあ、相場より安いっていうのはそれなりの理由があるから、はい、しっかり調べて、はい、そうですね、はい、それでも買った方がいいのかどうかっていうのを入念に検証する必要があると思います。
でこれがもう一歩手前ぐらいですね、はい、あのちょっとこう立ち向きに、はい、抵抗してる賃借人がいるとか、はい、あの相続人間の共有になってくるんだけど、はい、もう一人が、うん、あの売るのに賛成をしていないとか、はい、この辺りまでだったら、はい、またそのじゃあ賛成してない理由は何なのか、はい、あとはじゃあ訴訟になったらどんな方法があるかとか、はい、時間がどのぐらいかかるか、はい、この辺からは計算できるので、はい、まあ、これは法律の範囲内でリスクのマネージメントという、はい、ちょっと法律の外側に行っちゃってる人たちは、はい、そうですね、もう実力でマネジメントしなきゃいけない、なるほど、それはちょっと無理ですよね、はい、まあ、竹内社長はそういう最終的な法廷闘争になってたら、はいはい、そういう案件も扱ってらっしゃったりもするんですよね。まあ、それはその道のプロの方にやっぱりご相談して上で検討する必要はやっぱあるんですね。投資家さんになられて、ワンルーム買われて、はい、どうもちょっとやってみて、はい、まあ、もう不動産投資歴、はい、5年、10年ってなってくると、はい、よっぽど詳しくなりますし、はい、その中でもう一歩先のリスクを取りに行くっていうのは、はい、まあ、逆に面白いと思います。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、竹内社長は不動産というものを軸にして、まあ、いろんな税理士とか弁護士とか、専門家のハブになって、投資家にとって有利な取引ができるような、ここで進めていく、そうですね、基本的に、はい、あの資料の先生方から、はい、まあ、なかなか不動産の案件化とか、はい、調査っていうのは、はい、はい、うん、やっぱり専門の先生方もお詳しいんですけど、はい、パソコンの専門領域があって、はい、まあ、それはむしろ資料の先生から、うん、はい、アウトソーシングしてもらう。はい、なるほど、まあ、そこを集中的に潰してあげる、はい、まあ、そんな会社です。ありがとうございます。ぜひ皆様、不動産をすでにお持ちで手に余ってらっしゃる方であったり、新たに不動産に投資したいという方、ぜひあの竹内社長にご相談は無料で、もう無料で大丈夫ですし、はい、あの意外とどんな細かいご相談でも、うん、はい、ちょっとネズミが出ちゃって、はい、どんだけ上がったりでも当たれるんですよ、はい、まあ、そんな相談でも全然、はい、売買のプロであるとともに、はい、まあ、管理のプロでもやられる、やります、はい、はい、ということですので、はい、ぜひあの前広の皆さん、不動産に関してご相談をいただければと思います。困ったらお願いください。はい、ありがとうございます、はい、といったところで竹内社長、本日ありがとうございます。ありがとうございました。今回は正直不動産竹内社長と対談、投資不動産と不動産会社選びのポイントというテーマでお話をさせていただきました。今回の動画が参考になったという方、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。竹内社長、ありがとうございます。ありがとうございます。